皆様こんにちは。今日は生協パルシステムの購入品第2弾をご紹介したいと思います。前回買ってよくてリピートしたものと、あと皆様のコメントの中からおすすめのものを買ってみました。ぜひ見ていってください。パルシステムの商品が届きました。まず手前が用冷蔵全部と奥が冷凍の全部です。まずはパルシステム初めてセットっていうものを注文したんですよ。初めてセットはこちらになってますね。942円。初めてセットを注文したのでちょっとかぶってるものとかもあります。例えばこちらの三直卵とこの平貝卵とかもかぶっちゃったんですけど、平貝卵は前回パルシステム購入品で買って美味しかったのでリピートしたのと、こちらの三直卵は初めてセットの中に入っていたものになります。そして牛乳ですね。こちらのパルシステムの牛乳も初めてセットに入っていたのと、三直の肩もも切り落としお得用と普通のサイズ、多分普通のサイズが初めてセットに入っていたもので、このお得用が私が買いました。パルシステムの豚肉すごく美味しかったです。甘みがあってリピートしました。届いた玉ねぎとこちらの美味しい豚で生姜焼きにしようと思います。お肉が本当に美味しい。あとこちらのポークウインナーも初めてセットに入っていました。桜のチップでスモークしましたって書いてあるんですけども、無塩赤法で作られていてとっても美味しかったです。あとね、こちらのクリーミーヨーグルトも前回食べて美味しかったです。これは初めてセットに入っていました。初めてセットっていうのもセットになってて、ちょっとお安くなってる商品ですね。そしてこちらが豆乳グルトです。これは普通にスーパーでも売ってますよね。スーパーで売ってて買って食べたことあったんですけど、今回また久しぶりに買ってみました。大阪で食べてた以来かも。そしてこちらが小粒納豆です。パルシステムの小粒納豆初めて食べます。そして四つ葉のシュレッドチーズです。前回チーズ買ったんですけど、皆様のコメントで四つ葉のシュレッドチーズが美味しいよって教えていただいて、ちょっと高いなと思ったんですけど、量も入ってるのでこちらを今回買いました。あとこちらの木綿豆腐も初めてセットに入っていたものです。そしてこちらはソイラテプリン、めっちゃ美味しそうじゃないですか。豆乳って検索したら出てきたので買ってみました。用冷蔵は以上になります。はい、次に冷凍食品すべてご紹介します。こちらがエビが自慢のシーフードミックスです。こちらは視聴者さんにおすすめいただいて買ったものになります。シーフードカレーでも作ろうかなと思ったり、何に使うのがおすすめかも教えてもらえれば嬉しいです。あとは塩サバスティック、骨が取ってあってとっても便利ですよね。これも視聴者さんからのおすすめで買ってみました。パルシステム私は初心者2回目なので、皆さんのおすすめを買いたいなって思ってます。ぜひおすすめの商品他にあればまた教えてください。あとタコ、これはねもう写真がめちゃくちゃ美味しそうだったんですよ。タコのお作りです、北海道産の。あとささがきごぼうの冷凍です。こちらも皆さんからのおすすめで買いました。冷凍のささがきごぼうはこんな感じでした。あと豚ひき肉のバラ凍結、お得用です。これは前回購入してとっても良かった、すごく便利なのでまた買いました。本当にちょっとひき肉使いたい時に便利です。今とかだと家にいることが多いのでお昼チャーハンする時とかに使ったり、あとは何でも野菜肉詰めなんかにする時もパッと解凍して使えるし、がっつりハンバーグ作るぞって時には使うのもったいないんですけど、ちょっと使いたい時にすごく便利です。カレーとか、あとは旬のサワラも購入しました。そしてシラス3パックに分かれててお値段もお手頃だったので、子供に手軽に食べさすのにいいかなと思って買いました。こちらは美味しそうなのが伝わりにくいと思いますけども、ハッシュドビーフを買ってみました。あれ、これ拭いた後全部消毒してるので拭いた後の紙がついてました。ハッシュドビーフの写真が美味しそうだったので買いました。今回冷凍は以上です。あとパンなんですけども、こちらライ麦のパニーニを買いました。美味しそう。ライ麦も好きだし、パニーニ主人が好きなので食べてみたいなと思って買いました。朝食に良さそう。
このライ麦パニーニでパニーニ作ってみよう。あともう一つパンなんですけども、こちらもライ麦パン、そしてフルーツ入りになります。私レーズン入りのパンとか大好きなんですけど、これ絶対好きなやつなんですよね。クランベリーとレーズンが入ってるんですって。めちゃくちゃ美味しそう。美味しかったらこれからねリピートして買えると思うとめちゃくちゃ楽しみ。焼くとすごいカリカリで美味しいです。あと今回こちらのお野菜の初めてセットも買いました。543円。これが初めてセットの商品です。人参、じゃがいも、玉ねぎ、小松菜、トマトです。あと野菜はこの初めてセットとキャベツ。キャベツはねサラダにもできるし、お好み焼き、もんじゃ焼き、あとタコスなんか作ったりとか何でも使えるので、キャベツだけ追加で買ってなんですよ。なのでお野菜は全部でこれだけしか届いてないんですけど、1週間分のお野菜としたら少ないですよね。そっか、もうちょっと頼まなきゃいけないですね。ちょっと感覚がまだ分かんない。あとスパゲッティ買いました。1キロです。これは視聴者さんからのおすすめで買いました。このパルシステムの緑のパッケージのパスタがおすすめだよって教えてもらって買いました。あとこれは食品じゃないんですけども、すごきで千切りピーラーです。食品以外にもこういったものが売ってて気になって買っちゃいました。うちのピーラーステンレスなんでちょうど合う。こんな感じになってるんだ。私が知らなかっただけですかね、千切りのピーラーがあるんだと思って、面白いなと思って買いました。ちょっと後で人参届いたから使ってみよう。これ使ってみます。どうやるんだろう。すごい。あーすごい。冷凍ごぼうもあるし、これできんぴらにしよっかな。あーすごーい。きんぴらも均一になるのがいいですね。人参をヘタと先っぽ切り落としてキッチンペーパーで巻いて、こうやって入れとくと持ちがいいってたくさんの視聴者さんが教えてくれたんですけど、合ってますかね、こんな感じで。そしておむつですね。おむつも届けてくれるのはすごいありがたいです。次男のテープのおむつ M サイズを買いました。いかがでしたでしょうか。生協パルスシステムはまだ2回目の購入になるので、本当に毎回注文するのがすごく楽しみなんですけども、初心者なのでぜひ皆様のおすすめの商品コメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。